スプーンですけど、まあ、スプーンもあのミノと同じようにただ巻きであのちゃんと泳ぐようになってるんですけど、これもやっぱり細かいこういうふうにあのトゥイッチングですねをさせてあげた方がより、魚に見切られにくくいいと思います。やっぱりあの小魚とかを食べるあのフィッシュイーター、魚を食べたりエビを食べたりするフィッシュイーターの魚の、まあ、小さな、まあ、20センチクラスのものはほとんどなんかこういう、まあ、トゥイッチングの方がいいですね。ただ巻きよりもこういうふうにあの動かしてあげた方がよりあの魚にアピールもできますし見切られにくいっていうのはあると思います。シンキングペンシルってあの基本的にゆっくり巻くとあのフラフラと泳ぐようになってるんですけど、まあこれはこれであの有効な魚もいるんですけど、やっぱり、ちょっと動かしてあげた方がこういったあの汽水域でのライトゲームにはいいと思いますね。でこの時にあのさっきまでの例えばミノーとかスプーンと若干違うのがこのダートさせる幅が大きいので細かくというよりも若干大きく一回一回のアクションを、それで、大事なのはラインスラック要は糸ふけを作ってあげることなんですよ。糸ふけがないと、ルアーが左右に動かないですね。あの糸でどんどん引っ張られてしまうとどん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 手前に来ちゃうので動きが直線的になっちゃうんですよ。まっすぐまっすぐに。これが糸吹きを作って要はそのルアーを自由にさせてあげることで左右に、ダートする感じになるの でこの時にある程度その間隔をこういうふうに開けてあげるとそのダートする間が生まれるの でこれが細かくやってしまうとそのダートする間が持たずに間がなくてその細かい、それこそテイッチングのようなアクションになっちゃうので、こういうシンキングペンシルをダートさせたいときには若干間を取って一回一回の間を取ってでラインスラックを作ってあげてこの糸をやっぱ弾くようなイメージですね。こうすれば、ダートしてくれます。続いてはジグヘッドリグですね。ワームの、まあ、こういうふうにあのただ巻きでも、十分に誘ってくれるんですけど、まあ、やっぱりそのソフトルアーも、ワーム、まあやっぱり形も素材もやっぱり餌っぽいのでこういうただ巻きでも魚を、まあ、要は騙してくれるというか魚がやっぱり食ってくれるのでこういったただ巻きでも OK です。でもこのジグヘッドリグの場合だと操作性がいいので例えば今みたいにちょっと沈めて、こういう風にちょんちょんってボトムパンプって言いますけど海底、まあ、一番下を跳ねさせるようなイメージですね。うさぎ飛びみたいな感じ、こういうような形で例えばエビとかを、まあ、模してあげるエビっぽくしてあげることもできますね。